礼します。あまりちょっと見たくないのかもしれないですけど、はい、そういうのないですか。いや、見たくないですどうでしょう。4回転トーループ2つともアンダーローテーションで入っているのはやっぱり痛いですよね。まあ、やっぱり4回転ループサルコーはしっかり決めるべきところだと思うので、そこはしっかり決めたいなと。ただトリプルルッツに関して結構加点が入ってたりとか、まあ、自分がちょっとなんていうんですかね、予測できないような入り方でやってたりもするので、ルッツに関してはそういうところでちょっと評価していただけているのかなって思うと、まあ、やった甲斐はあったなと思います。やっぱりいい演技をすればそれなりに点数は出てくると思うので、やっぱりいい演技をまずしなきゃいけないなっていうのが一番ですかね。はい、最高難易度でクリーンに滑らないといけないっていうのが一番だと思っているので、まあ、まずこの構成で、まあ、練習ではですけど、まあ、割とコンスタントに、ノーミスできるようになってきているので、まずはそれを試合でしっかり出せるようにしなきゃいけないなっていう気持ちと、あとはそれ自体の質、クオリティをやっぱり上げなきゃいけないなっていうところは感じてはいます。ただそれと同時に、もし今回みたいにループで詰まったりしてしまって、なんか不安要素みたいなものになるのであったら、いつでも変更できるっていうような余裕も作っておかなきゃいけないなっていうのは感じています。ご自身の中での引き出しっていうのはどれぐらいストックあるんですか。いろ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 ですかね。とりあえずその自分ができるもので1点でも基礎点が高くなりたいっていうのは強くあるので、まあ、もちろん GOE で戦っていけるんだったらそれに越したことはないですし、やっぱそれが自分のスケートだとは思うんですけど、まあ現にその GOE だけでは勝てないっていうのも世界選手権ではしっかり感じてますし、やっぱりその難易度として基礎点として上げなくてはいけないっていうのは強く感じてはいるので、その上で自分らしいクオリティの、自分らしいつなぎの演技をしていきたいなと思います。もう一度ね、世界一を目指すっていう戦いでもあると思うんですけど、そこに対しての思いっていうのはいかがですか。まずランキングに関してはしっかり、試合数こなしていければ問題なく取れるのかなって思っているので、まあ、世界選手権っていうことに関してはやっぱりそこは難易度やっぱりしっかり上げていかなきゃいけないと思ってますし、それがまあ最終的なゴール、今シーズンの最終的なゴールっていうふうには言えるので、まあ、そこで勝てるように強くならなくてはいけないと今すごい感じてます。あとはやはり4回転アクセルっていうものを何度も聞かれてるとは思うんですけど、なんかね、霧の中にあるゴールを探すような作業だと思うんですけど、なんとなくこう残像というか見えてきてますか。なんとなく、はい、やっと、まあ、形になってきたなって思ってるんで、まだ降りてないですけど、降り始めたら分かる難しさっていうのももちろんあると思いますし、まあ、ただなんか今まで手探りだったのがちょっとずつなんとなくかすってきた感じはします。回りきれてはいるんですか。降りるだけだったけど、その降りるだけっていうのが難しいんですけどね、はい、というかやっぱ回数やるごとに怪我のリスクがやっぱ高いですし、そのやっぱりその自分のまだ肉体的な限界の例えば 98% ぐらいまで使ってやっと回るみたいな感じなので、それをもうちょっと下げていかないと降りる余裕は出ないかなって思ってます。まあもちろん 100% 使って 120% 使ってパーンって降りることももちろんまぐれとしてはあるんですけど、でもそれじゃやっぱ試合で使えないので、まずは、まあ、もちろん 120% 出してまぐれで1回でも降りたいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、ただそれをやり続けることによって試合で使えなくなっては、試合で自分の体が使えなくなっては意味がないと思うので、やっぱそこはその試合の練習と 4A の練習と両立させないとなって思います。まあ降りそうなんですけどねもうちょっと本当は練習したいなって思ってるんですけど、効率よく最も効率よい状態でトレーニングしなきゃいけないっていうふうになんか今すごい感じているので、
無駄にやってたら怪我するだけなので、それをうまくやっていかないといけないなっていう感覚で今います。昨シーズンってルール変わって、選手それぞれが手探りな状況だったっていうことだと思うんですけど、今年はどんなシーズンに男子になっていきそうですか？やっぱり高難易度ジャンプやっていかなきゃいけないっていうのは、やっぱり昨シーズン感じたところと変わらない。ただその中でやっぱりクリーンな演技をしないと、結局そのプログラムの中での工夫だとか、ジャンプ前の工夫だとか、後の工夫だとか、そういうものが全く生きなくなってくるルールだと思うので、やっぱりクリーンに滑らなきゃいけない、そのやっぱり難しいものと質のいいものの掛け合わせが必要だなっていうのはすごい思います。今シーズン最後、世界選手権がもちろん最後のゴールだと思います。そこでどんな姿を見せてくれるか、見せたいと思ってるか。自分史上最強の自分になりたいなと思ってはいます。なんかその時に何ができてるかはちょっとまだ分かんないんですけど、ただ確実にこの時よりは、今よりは絶対強くはなっていると思うんで、なんかそのパッと見分かんないみたいなパッと見分かんないみたいな強さじゃなくて、もう完全にこの時より圧倒的に強いよねっていう風になりたいなっていう気持ちが、とりあえずシーズン終わりに向けてはあるので、はい、自分史上最強になりたいって思います。わかりました。はい。お待ちしております。はい。